アメリカの鳥類は、博物学者で画家であったジョン・ジェームズ・オーディボンによる著書であり、アメリカ合衆国に生息する鳥類を幅広くカバーした図版を収録している。初版は、エディンバラとロンドンで1827年から1838年まで、セクションごとにシリーズとして発行された。この作品は9966センチメートルの、 大きさでエングレービングのプレートからすられ、手彩色で等身大の鳥を描いた版画からなる。現在では絶滅したと考えられている鳥を6種、含んでいる。鳥のスケッチのうち50枚ほどについては、背景の植物をオーディボンのアシスタントであったジョゼフ・メイソンが描いており、本ではクレジットなしで複製されている。図版1 オーデュボンが描いた七面鳥1820年頃35歳くらいで会ったジョン・ジェームズ・オーデュボンは来たアメリカにいるあらゆる鳥を描くと宣言した。オーデュボンは鳥類画において当時真剣な画家のメディアとされていた油彩をほぼ断念し水彩とパステルクレヨンを好み時には鉛筆、木炭、チョーク、グワッシュ、ペン インクなども使用した。1807年の時点で、オーデュボンは死んだ鳥を描く木は、針金と糸を用いて生きているかのようなポーズに固定する方法を編み出していた。現在は絶滅したカロライナインコ1823年、オーデュボンは自分の芸術作品を観光できるくらいの金銭的支援を、購読予約者という形で募ろうとして、 フィラデルフィアとニューヨークを訪れたが、十分な援助は得られなかった。結局、1826年に、オーデュボンは、金銭的援助をしてくれる購読予約者と優れた、技術を持つホリバン校や印刷業者を探して、自作のイラストのうち250点を持って、イギリスに船で渡った。リバプールとマンチェスターで、自作のドローイングを展示した後にエディンバラまで旅をし、そこで熟練した。 ホリバンコウウィリアムホームリザーズにあった。リザーズは最初のプレートのうち10枚まで掘ったが、再試機構がストライキに入ってしまったためプロジェクトを続けられなくなってしまった。1827年にオーデュボンはロンドンの有名な動物専門のホリバンコウ。 ロバート・ハベル・ジュニアとその父ロバート・ハベル・シニアと契約した。ハベル・ジュニアは1838年にプロジェクトが完成するまで作業を監督した。嘆きわとアメリカの鳥類の最初の版は印刷業者にちなんでハベル版と呼ばれることもあれば、またサイズの大きさからダブルエレファント・フォリオと呼ばれることもある。 この版は縦39.5インチ、幅28.5インチの手製紙にすられた。するのに使われた、主な技術は銅板エッチングだが、エングレービングとアクアチントも使われた。すった後で水彩により手再識された。オーデュボンは、その都度支払いを受ける方式の購読予約でこうかな。 版画プロジェクトの資金を調達した。1826年から1829年まで、オーデュボンは、裕なパトロンを版画シリーズの購読者として取り込む、努力の一環として、鳥類学やアメリカの開拓地生活について、講演をしながら、イギリスを回ってパリまで旅した。予約購読者には、フランスオシャルル10世。 英国王妃アデレード・オブ・サクスイコール・マイ・人間、第2代、スペンサー・伯爵・ジョージ・スペンサーなどがおり、後に、ダニエル・ウェブスターや、ヘンリー・クレイなど、アメリカ人もそれに加わった。版画は毎月あるいは2ヶ月おきに、ブリキのケースに入った5冊セットとして発行された。それぞれのセットは、通常、非常に大きな鳥1羽、中倉の大きさの鳥1羽、 小さな鳥サンバからなっていた。13年のプロジェクトの終わりとなる1838年には435枚のプレートが総額870アメリカドルあるいは175イギリスギニーで発行されていた。イングランドの公共図書館に無料の検本をせずに済むようプレートは閉じられずに文章なしで出版された。 完全な版としては多くて200セットほどが編纂されたと推定されている。付属する文章は別に分けて作られ、オーデュボントスコットランドの博物学者、鳥類学者であるウィリアム・マクギリ・ブレイが1831年から1839年にかけて、鳥類の生態というタイトルで五感本としてエディンバラで刊行された。 文章を収めた五巻本も合わせると、プレートとまとめて、総額千ドルほどの価格になった。ホリオ版が出来上がると、オーディューボンは、もっと入手しやすい版を作ることに決め、JT 望遠という名前のフィラデルフィア出身のリトグラフ職人を雇った。望遠率いるチームはもっと小さなロイヤルオクターボ、版を作ったが、これは七巻本として、 予約購読者に反復され、1199セットを売って1844年に完結した。1877年までにさらにオクターボ版が5回、刊行された。オクターボ版は、鳥類の生態の文章を用いていたが、もともとは、一緒に描かれていた鳥を別々にしたりして、プレートの数を500枚まで増やしていた。 新しい絵も含まれており、オーデュボンやボエンのチームのメンバーも関わっていたものの、ほとんどは、ジョン・ウッドハウスが描いたものだった。ビアンバンは、オーデュボンの一番下の息子である、ジョン・ウッドハウス・オーデュボンの監督のもと、1858年にニューヨークで、ローロックウッドにより、フルサイズで再販されたものだった。 アメリカ南北戦争のせいもあり、この版は完結しなかった。44部のシリーズのうち15部だけが出来上がった。この版は105枚のプレートからなり、元の文章は全く含んでいなかった。100人足らずしかいなかった予約購読者に販売されており、このため他の初期の版よりも、 この番の方がさらに希少である。口述するように、本書は希少漢本が博物館等の展示品になっていたり、高額で取引されていることで知られる。また、後世の博物図鑑に多大な影響を与えており、博物学史上の意義も大きい。日本では1854年の黒船来航の際、 ペリーが徳川家定に本書を献上した。具体的には、随行学者のサミュエル・ウィリアムズの著書、ペリー日本遠征随行記の中に献上品目録が記されており、そこには最新の機械や高級品とともに本書が載っている。図版3、黄金アメリカ虫食い、アメリカの鳥類の初版がコネティカット州。 トリニティカレッジのワトンキンソン図書館で常設展示されているが、これはロバート・ハベル自身が所有していたものであり、1834年にトリニティを卒業したガードン・ワズワース・ラッセルが1900年に母校に寄付した。1992年からルイジアナ州立大学図書館はオーデュボンの日を主催しているが、これは大学が所蔵している。 アメリカの鳥類四巻文をすべて一般公開するイベントである。このセットはかつて最初の購読者の一人だった第三代ノーサンバランド公爵、ヒューパーシーのものであったが、1964年に大学が買い取った。アナーバーにあるミシガン大学ハーラン・ハッチャーグラデュエートライブラリーのオーデューボンルームでは、 全8巻のダブルエレファントホリオが一般公開されている。毎週1ページずつめくられることになっている。これはこのミシガン大が最初に買った本で1839年に当時としては破格な金額970ドルで購入された。全巻425枚分のプレートは ミシガン大学のウェブサイトでも見ることができる。カリフォルニア科学アカデミー図書館はアメリカの鳥類を丸ごと1セット所蔵しているが一般公開はしていない。ピッツバーグ大学はアメリカの鳥類を全て所蔵している。エザイリントン保存センターによる修復保存を経て2003年に62枚のプレートを選んで 他の資料とともに、大大学アーートギャラリーで大きな展示を行った。この後ピッツバーグ大はヒルマン図書館の地下に展示ケースを作りプレートを順番に一般公開し続けるようになった各プレートはプレートの番号順に2週間ずつ展示される2007年にピッツバーグ大は アメリカの鳥類の全プレートと鳥類の生態をデジタル化するプロジェクトに着手し、初めてウェブで全セットをまとめて一般に公開するということを行った。ドレクセル大学自然科学アカデミーはアメリカの鳥類をはじめから購読しており、毎日15時15分にアカデミーのイ、e、ー・ウェルセール・スチュアート図書館でページめくりイベントを行っている。 2007年にオランダ、ハールレムのテイラーズ博物館でこの本が展示されることになった。テイラーズ博物館は最初の購読で反布された版とそれを載せて見せるために売られたテーブルを所有している。本を小分けにし、フライリーフ用のテーブルの周りにある特別な引き出しに入れるようになっている。 このテーブルはテイラーズ博物館の新種科学ソサイティで集まりをする際中心に置かれていた。本の記録的な競売を記念するため、博物館は時間所蔵の漢本を2011年1月まで展示することに決めた。博物館はこの本を買うため結局二千二百ギルダーを支払ったが、 1827年から1838年頃には、この額は一財産と言えるものであった。オーデュボンとメイソンが、アメリカの鳥類の準備のために作った水彩画のうち、現存することがわかっているものはすべて、ニューヨーク市のニューヨーク歴史協会が所蔵している。テキサス州オレンジにある、スターク美術館は、ジョン・ジェームズ・オーデュボン自身の蔵書だった、アメリカの鳥類を所蔵。 展示している。2010年、ノースカロライナ美術館は、ノースカロライナ州知事ウィリアム・アレクサンダー・グラハムが1846年に、州のために購入した4巻セットの冠本を修復して5年間の展示を行った。リバプール中央図書館は、ガラスケースにアメリカの鳥類を展示しており、毎週ページをめくっている。 インターネットキオスクの展示も行っており、装置を用いて原本を傷めずにクローズアップで内容を読むことができる。ローレンス・スピールマン・ロックフェラーは初版を一部購入し、それぞれのプレートを一枚ずつ額装した。1969年、ロックフェラーはバーモント州ウッドストックにウッドストックインを建てたが、 その一般公開されているエリアにこの学装された絵がすべてかかっている。スコットランド、ペイズリーにあるペイズリー博物館、美術館にはアメリカの鳥類の4巻本、エレファントフォリオがある。スコットランド、グラスゴーのグラスゴー王立内科、下界カレッジは1巻を所蔵しており、インタラクティブ展示とともに図書館で公開している。 2010年12月にエコノミスト氏がインフレーション補正付きで行った推定によると、これまで最も高額で取引された印刷漢本10冊のうち5冊はアメリカの鳥類であった。120部が残存しており、そのうち個人像は13部のみである。2000年3月にカタールのシャイフであるサウド・アルサーニーが、 アメリカの鳥類のフォックスビュートコピーをクリスティーズのオークションにて880万2500ドルで競り落としたが、これはオークションにおける書籍の最高記録価格となった。2005年12月に閉じられていないプロビデンス・アシーニアムセットが再びニューヨークのクリスティーズで売り出され、約560万ドルで競り落とされた。2010年12月6日に 初版の完全なコピーが、ロンドンのサザビーズで、第2代ヘスケス男爵フレデリック・ファーマー・ヘスケスのコレクションから放出された豪華本、写本、ドローイング販売オークションの際に売りに出され、732万1250ポンドで売れた。落札価格は、印刷刊本のオークションとしては、世界記録で、ロンドンで活動するアートディーラー。 マイケル・トルマッチによるものであり、トルマッチはオークションの間で3人のライバルに競り勝った。オークションを行ったサザビーズが報告した大歴詳細によると、このコピーの元々の持ち主はダラムのヘンリー・ウィザムであり、ウィザムはオーディオボンの蝶類の生態の購読者11番として登録されていた。セットの 1> 第1巻には1831年6月24日付のウィザムの妻の贈呈名がある。ヘスケス卿は1951年7月3日のクリスティーズオークションで7000ポンド払ってウィザムの子孫からこの本を買った。2012年1月20日、マンハッタンのクリスティーズのオークションハウスで第4代。 ポートランド公爵ウィリアム・キャベンディッシュ・スコット・ベンティングの相続人により、初版の完全なコピーが売りに出され、790万ドルで売却された。買った人物は、電話入札したアメリカの収集家とだけ特定されている。この販売の時点で、アメリカの鳥類は120部が残存していることがわかり、そのうち107部は研究、展示、教育機関の所蔵。 13部は、個人像だった。その後、1640年刊行の、米紙編書が2013年のサザビーズオークションで1400万ドルで、落札され、印刷刊本についた価格としては、これが最高となった。趣向、写本類では、レオナルド・ダ・ヴィンチの趣向である、レスター趣向など、さらに高額な本がある。 1830年代に、ランカシャーで作られた飾り布1830年代に、アメリカの鳥類が出版されたすぐ後、イギリスのランカシャーではこれに含まれるプレートをデザインの土台として使用し、ローラーナス1 0を用いた鳥をプリントした家具の飾り布が作られた。さらなる図版はこちらでも見ることができる。ありがとうございます。